中年オタッキーです、早くもね、もう今年も9月になってしまったんですね。まあ2年連続でコロナ騒ぎが続いておるわけなんですが、最近ね、感染爆発してね、また亡くなる方もね、どんどん増えてるような感じなんですけど、皆様どうでしょうかね。身内の方にもね、コロナに感染っていう話がちらほら聞こえてくるようになりました。十分にお気をつけくださいって感じですね。で、今日はね、このカメラ、予告通りこのカメラ、で写真を撮ってきました。これね、フリーマンさんからね、提供いただいた利口オートショットになるんですね。まあ、この、ね、カメラ、作例など交えまして紹介していこうと思います。それでは動画スタート。はい、このリコーオートショットなんですけどね、もう見た目からもね、ちょっとわかるようにね、もうオートハーフの兄弟機というかね、オートハーフはね、ハーフ版のカメラなんですけども、これはフルサイズのカメラになりますね。で、まあ、セレンコで、シャッター速度固定か、絞りを決定する針押さえ式の EE カメラになります。で、全マイ駆動式のね、ワインダーが特徴的なんですけどもね、発売されたのが1964年の4月。レンズがね、リケノン 35mmF2.8 3群4枚構成、離光性と書いてありますね。フォーカスはね、距離計連動前玉回転フォーカスとありますが、これはゾーンフォーカスです。シャッターはね、離光性でね、30分の1がオート解除時で、オート時は125分の1で固定になります。スプリングモーターによる巻き上げ、自動復帰フィルムカウンター、フラッシュダイレクトコンタクトアクセサリー種、実像式ファインダー、露出不足警告ファインダー内表示、などとなっております。価格はね、当時の価格で 14,600 円、ケースが 1,200 円で、キャップガンが 1,300 円ということですね。レンズキャップがね、フラッシュガンになっていたということで、これは残念ながらレンズキャップなかったんですけど、まあフラッシュ使わないからいいんですけどね。特徴的なのがね、レンズを囲む大きなセレンコ電池、ファインダー対物レンズが小さく、ボディは左右対称な形ということですね。で、ファインダーがとにかく特徴的で、実像式ファインダーを採用してるんですね。このね、このちっちゃい窓ね、見えるかな、ここにね、ちっちゃい窓があるんですけど、ここから見るんですけどもね、非常にね、この当時のね、普及カメラとしては珍しい、プリズム式の実像式ファインダーになりますね。構造はオートハーフとほとんど同じで、巻き上げることによって、この、スプロケットが回りまして、シャッターチャージ。で、シャッターを切る EE カメラになります。全枚巻き上げ式のワインダーになりますね。でね、レンズがね、3群4枚構成の離光性と書いてありましたが、どうやら設計が離光で、製造は富岡光学の製造になっている模様です。この時期のね、離光のカメラね、離光キャディも離光オートハーフも、みんな富岡がレンズを作ってるみたいでね、結構狙い目だと思いますね。富岡のレンズ、とにかく写りが良いのでね。でね、最初ね、いただいて送られてきた時はね、絞りがうまく動作してなかったんですけど、しつこくしつこくシャッター切ってたらだんだん動くようになってきまして、で、勢いよくシャッターをはいって押すとね、確実にね、絞りがね、動くようになってきたんですよ。で、これはチャンスだと思ってね、動くうちに写真撮っちまえと思って、アリスタエデューウルトラ200というフィルム、モノクロフィルムをね、装填しまして、でね、調子悪くなったら叶わないんで、一気に適当にバン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 36枚ね、写真を撮ってきました。でね、ワインダー式ということでは、EE カメラでありますし、もうピント合わせだけすれば、あとはバンバン映せるんで、比較的ね、早くね、撮り上がったっていうのもありますが、今回ね、作例を紹介することができるということになりましたんでね、作例を、ここからは見ていただこうと。はい。で、作例なんですけどもね、ちょっと天気があまり良くない時期にね、当たってしまってね、あんまりいい写真はないっていうかね、もうとにかく急いで撮ったんでね、適当な写真ばかりになるんですが、これインドアで撮ってますけど、これ全部 EE でね、セレンコ式の EE で撮ってるんですがね、しっ
かりね露出合ってました。前段露出は合ってましたね。でね、レンズの状態そこまで良くないんですがね、光にも強そうです。でね、まあ、ピントが合ったところはかなりこのようにキレがある写真になりますが、ゾーンフォーカス式ということでどうしてもね、ピントが、外すことが多いですね。で、シャッターボタンを勢いよく押すということでね、結構ブレた写真も多くなりましたが、決まればこのようにね、もう非常にシャープ、キレ味のいい写真が撮れるレンズになっております。まあ、セレンコ電池で、のいいという、いいカメラという、割にはね、露出がとにかく正確でした。非常にね、レンズのね、秀逸性も相まっていい作品が撮れるカメラだと思いますが、まあ、シャッター速度が固定ということでね、背景ボケとかそういうのを作るのはちょっと難しいカメラになります。35mm レンズということでね、スナップ写真をバンバン撮るのには向いてるかと思いますね。最後の写真だけちょっとね、光漏れの、影が右下の方にありますが、光漏れは結構こうしました。もうちょっとね、モルトをしっかり貼って、再度チャレンジしてみようかと思いますね。このカメラね、弾数としては少ないですし、何よりね、まともに動く個体がほとんどないという評判です。でね、このタイプね、リコーオートハーフの構造のタイプのカメラね、シャッターの分解が非常に難しいんですね。非常に弱い力でね、シャッターを制御しておりまして、これがね、相当まともにね、組まないと、ちゃんとした動きにならないということで、今回この動いてるね、リコーオートショット、結構奇跡に近いようなコンディションだと思いますね。で、セレンコ電池が動いてることなんていうことなんですけど、まあ、1964年でね、古いカメラになりますが、オートハーフはね、動いてないやつが多いんですけどね、もしかしたらオートハーフも初代の方がセレンコ強いのかもしれませんね。この手のね、普及カメラってね、最初はコストかけて、だんだんね、コストを削っていくっていうパターンがね、散見されますので、これはね、もう寿命が短くて販売、期間が短かったということもあって、初期のものしかないというわけなんですけどもね。しっかりこれセレンコ電池生きてましたんでね。もしかしたらオートハーフもね、初代ぐらいのね、やつの方がセレンが生きてるかもしれません。もしかしたらですけどね。富岡のね、製造のレンズを搭載して、まあ、リコー設計ですけど、テッサー型、4枚玉だから、まあ、多分テッサー型だったと思うんですけど、まあ、35ミリということでね、結構珍しい、構成のカメラ、でありますし、35ミリということで、非常にね、扱いやすい、ゾーンフォーカスにしても35ミリですから、ピントを大きくは外さないと、まあ、ちょっと広角ですからね、被写界深度、が深くなりますんでね、で、使いやすいカメラだと思います。もしね、ヤフーオークションとかでまともなものがありましたらね、ゲットしてみたらいかがですかね。まあカメラ屋さんで買うのが一番いいとは思いますけどね。まともに動くやつだったら結構な値段するかもしれません。はい、今日のねカメラ紹介こんな感じです。フリーマンさん本当にありがとうございました。ちゃんと動きました。今後はね、これはもう絶対カラーで撮ります。もう一本フリーもねカラーフィルム入れてね、撮っていこうと思います。はい、この今日のカメラ紹介はここまで。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはケイジローさんですね。ご無沙汰しております、ケイジローです。今回は愛嬌の、ね、写真を投稿させていただきます。いつも食事をしているとたかってくるこの表情が好きで好きで好きすぎるので、ぜひ見ていただこうと投稿します。親バカなるの飼い主バカですねということですね。最近暑かったのが急に涼しくなりましたが、体調にお気をつけくださいということですね。カメラニコン F3、レンズニッコール HO と 85mmF1.8、 フィルムが富士フィルムネオパンアクロス2ということで、タイトルは今日は何やということですね。で写真なんですけどもね、これね、ほんのりねピントが来てないのか被写体ブレしてるのかなんですけどもね、この状況で 85mmF1.8 でピントを合わせるのは相当困難だと思いますが、それにしては結構いい感じのレベルまでは来てると思いますね。待ち遠しくてたまらない猫の表情が本当に可愛いですね。
はい、ケイジローさんありがとうございます。次がね、ヒーマリ F さんになるんかな。2回目の投稿になりますね。中年おたけさんこんにちは。いつも楽しく動画を拝見させていただいております。今回、作品投稿のコーナーに応募したいと思います。1枚目は Z、カメラライカ MP-DR ズビクロン 5cmF2。 2枚目、多分偉い人、ライカ MP トップコール 3.5cmF2.8。 フィルム現像データに関しては2枚とも同じ、コダックトライ X400、現像液イルフォードマイクロペン、20度6分40秒 ISO500 相当、最近自家現像を始めました。アドバイスいただけると、嬉しく思いますってことですね。で、写真なんですけどもね、これね、やや増刊ということで狙っていたのかな。トライ X、 ただでさえハイコントラストのトライ X が非常にね、さらにハイキーになっていると思いますね。ディテールもね、落ちてない感じで、なかなか現像液がいいのか、いい感じだと思いますね。2枚目はね、逆構図といえば逆構図ですけど、後ろの光の差し込みが非常に印象的だと思います。はい、ひまり F さんありがとうございます。次がね、一都市九さんから2枚ですね。1枚目はね、タイトル銀河鉄道の昼、2枚目が夢の公園ということで、カメラどちらもニコン FM3A、レンズ E36-72、F3.5、メトロポリス東京で撮られておりますね。で、作品なんですけどもね、最近ね、多重録音に凝っておられるのかなという感じなんですけどもね、これね、高いフィルムで多重録音って結構思い切った感じの写真になっておりますね。ただ多重録音にしてはね、ちょっと後ろがやっぱりはっきりしてないということで、明暗のね、はっきりしたところでね、多重録音するのが面白いことは思いますが、これ曇り空なのかな、曇り空で多重録音されてるような感じですね。はい、一都市さんありがとうございます。次がね、ギブソンさんでいいのかな。いつも動画楽しみにしております。初めて投稿させていただきます。コロナ前の写真ですが、またいろいろいけるようになると良いですね。塩カメラローライ35、塩フィルム コダックトライ X400、自家現像スキャナー取り込み、僕の写真のモノクロタイトルはすべてノータイトルで統一しています。お体気をつけて頑張ってくださいということでね、タイトルなしということで1枚目からいきますが、これね、なんかちょっと懐かしい感じの調子、ですが、この写真は僕だったらカラーで狙いたいかな。ちょっと難しいところではありますが、これでもいいとはいいんですけどね。で、2枚目はね、空にね、羽ばたくと、これハトがね、これシャッターチャンス、ものすごいシャッターチャンスで見事に撮られております。もっとトリミングしてもよかったかもしれません。トリミングしてもそこまでディテール落ちはないように思いますね。ちょっと周辺原稿が入ってるんで、トリミングした方がよかったかもしれませんね。はい、ギブソンさんありがとうございます。次はケンちゃんさんの作品ですね。作品とかです。お題は8月25日朝です。ことですね。2枚投稿ですね。カメラミノルタダイナミックス、3L。レンズは AF ズーム 357-F4 です。フィルムコダックウルトラダイナミック400です。例によってモノレール万博公園付近です。2枚目カメラフィルムは同じ。朝一番の回送電車ですが、劇的な朝はなかなかありませんね。あ、レンズ間違えました。タムロン 80-200F4.5-5.6 ということですね。タムロンで撮っておられます。で、作品なんですけど、1枚目見事な朝焼けね。これ、照明灯が見えるんですけど、なんかの競技場かなんかの照明灯かな。非常に綺麗な朝焼けだったり。で、2枚目もね、同じく照明灯、これね、万博公園駅付近ということで、右にはね、これエキスポランドにあった、観覧車がね、映っておりますが、これ2枚目が非常にいいですね。この写真はちょっとタイトル画面にさせていただこうかな。この朝焼けとか夕焼けの写真はね、比較的ね、ちょっとハードルを高めにしています。なぜかというとね、みんなが狙う写真だからですね。なかなか抜群の写真にならないんですが、これはね、電車が来るタイミングを待って撮った、非常にいい写真だと思います。はい、作品投稿のコーナー、今日はここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。
はい、俺のカメラのコーナー。今日はね、ジョタさんの俺のカメラですね。おたきさん、こんにちは。ジョタです。いつも楽しく動画拝見しています。俺のカメラのコーナーに投稿します。なかなか出かけられないこのご時世、お家で楽しく写真が撮れないかと考えた結果、カメラを被写体にすればいいじゃんということで、100均小物並べてやってみました。窓のそばに机を置いて撮るといい感じになって、楽しいです。少しの間はこれで遊べそうです。カメラコニカ C35 フラッシュマチック。旅行カメラとしてサイズ感や写りが最適だと思います。いつもカバンに入れています。見た目も可愛いです。それではお互いコロナに気をつけながらカメラライフを楽しみましょうということで作品なんですけど、これがなかなかなんですね。小物をね、これ揃えてね、これ、木のデスクかなんかの上で撮ってるんでしょうけどね、写真のディテールもいいですし、構図もいい。平面的にね、撮る写真の、まあ、お手本みたいな感じになっておりまして、ちょっとね、またまたね、タイトル画面変わったばっかりなんですけどね、ちょっとドリームロコモーティブ様には本当に申し訳ありませんが、この写真ね、次のね、タイトル画面にさせていただこうと思います。ちゃんとタイトル画面が週替わりになっちゃってますが、いいものはいいです。はい、俺のカメラのコーナー今日はここまで。ここからはね、やったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったのコーナーね、前回の動画でも予告しましたがね、津山ののりさんがまたまたやったやっちまったコーナー、これやったかな、先日、北村カメラで500円で入手したキャノネットジュニア。セレンは弱々しく動いてたんで、以前オタッキーさんが日の当たる場所に放置しておくと良いと言っていたのを思い出して、懐中電灯で照らすこと3日、60分の1くらいしか動かなかった指針が250分の1まで動くようになりました。やったーですということですね。でね、このね、様がね、写真が面白いですね。懐中電灯をドーンとね、レンズの上に、これは新しい。あのね、セレン光電池はね、暗いとこで放置してると結局ね、電子の動きが弱くなって、まあ、いわゆるボケるっていう状態になることもありまして、その状態になっているセレン光電池はね、強い光を当てるとね、また動き出すっていうこともあるようですがね、結構確率的には低いです。まあ、やってみる価値があるっていうぐらいなんですけどね、頑張っても動かないやつは動かないですが、今回は動いたということで、やったということでおめでとうございます。はい、今日の動画ね、ここまでになります。いかがだったでしょうか。でね、次はいよいよこいつの登場です。はい。水牛車様からいただいたね、ニコン F3 ですね。よっと。非常に快適に動いております。レンズはね、ずいぶん前にね、徳島のね、ハードオフ、なんだっけ、泡店になるのかな、あれ。市場店になるのかな、で、購入したね、3570のね、F3.3 から4.5。おそらく小品製のレンズでしょうけどね。このレンズ非常によく映りますんでね、このレンズとの組み合わせで、フィルムはね、トライ X をね、投入して、写真撮ってきました。次回はね、いよいよこいつの登場です。ニコン F3 ハイアイポイント、ワインダー付きですね。非常に重たいカメラになりますんで、ね、頑張って撮ってきましたんでね、次の動画はご期待ということになりますね。はい、今日の動画はこんな感じです。いかがだったでしょうか。チャンネル登録の方ね、だんだん増えていってる。どんどん増えていっております。5000名に向かってね、頑張っておりますが、もうちょっとで4500名になるのかな。5000名のね、プレゼントをね、そろそろね、カメラプレゼント考えなきゃいけないなという段階に入ってきました。でね、まだチャンネル登録どんどん増やそうと思ってますので、まだチャンネル登録されてない方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。あと、高評価の方はね、いつものように言っておりますが、今すぐポチッと押していただければと思います。コメントの方ですが、全然返せてないんですがね、もう頑張って動画作っていきますんでね、返していきますんで、頑張って、コメント返していきますので、まあ、何か感じたこととかありましたらね、ぜひともね、コメントの方をしていただければと思います。コメントね、返信はしておりませんけどね、すべて目を通しておりますので、どんどんね、コメント投稿していただければと思います。はい、今日の動画はね、ここまでになります。まあね、まだ実は今日まだまだ走らなきゃいけないんですけどね、頑張って動画作っております。まだ皆さんのね、応援よろしくお願いします。
皆さんね、コロナも流行っておりますのでね、ちょっと病気にかからないように、お気をつけてね、今後も写真ライフを楽しく送りましょうということですね。はい、今日の動画はここまで、また次の動画をお待ちくださいませ。それではごきげんよう。さよなら。